和歌山県日高郡の範囲日高郡は和歌山県の郡人口47,944人面積6 5 5 3 9トル、人口密度73.2人平平方メートル以下の6町を含む1879年に行政区画として発足した当時の郡域は上記6町にご坊市及び田辺市の一部を加えた区域にあたる なお、現在の由良町は1879年まで、天村に所属した。古代は、飯高村と呼ばれていた。1、五房村2、松原村3、和田村4、三尾村5、日崎村6、滋賀村7、白崎村8、衣路村9、由良村10、東内原村11。 西内原村12、湯川村13、藤田村14、野口村15、八田村16、乳村17、早、池留村18、船月村19、川中村20、川上村21、寒川村22、龍神村23、上山路村24、中山路村25、下山路村26、清川村27、高城村28、城南部村29、南部村30、 岩城村31、霧目村32、霧目川村33、新妻村34、稲原村35、稲見村36、名田村37、塩屋村。ありがとうございます。